私事ではございますが、23日に京都の方の鴨分け板月神社におきまして、祈りの日に済まさせていただきまして、そして、本日、披露宴ということで、行わさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。もうドキドキしてますね、なんだか、はい、雨が降ってましたので最初はどうなるかと思ったんですけども、本当にパーッと晴れてきまして、なんだかこう神様がおめでとうって言ってくれてるみたいな気がして、すごく嬉しかったです。プロポーズですか？はい、そうですね、指輪の、中に刻みました。なんてお言葉です。あが妻をもう来世までも、何かこう気の利いたことなんてあんまり思い浮かばなくて、なんだろうなと思った時にふっと思いついたので、あ、これいいんじゃないかな。お色直しなんかはどんな風に、はい、なんかとか考え、一度だけで、両方とも和装で、色味はそうですね、紫っぽい感じですか、紫っぽい、はい、私たちの知人に作ってもらいまして、そうですね、段も私6代目なので、6段ということで。高さはどれくらいあるんですか？そんな大きいのじゃないですよ。こんなもんじゃないですか。そんなに大きくないとは思います。1メートルぐらい、はい、だと思います。はい、で、こだわりはやっぱり私の家紋が追いかけ5万円以上なんで、一応ちょっとこうあしらって、作ってくれました。普段はよくわかりませんね、僕。はい、作詞からですか？はい、私が何をするわけでもないですけども、手打ちといういわゆる儀式的なことを京都から、芸妓さんが来てくださいまして、始まったら最初に手打ちを、やらせていただきます。うちの妻を、もちろん役者先輩方、そして後輩たち、そしてやはりご贔屓の方々に紹介するというのがやはり一番の、大きなそのポイントでございますから、そこを、なんて言えばいいですかね、それが、主という感じですね。のりかさんはそうするとその義援の妻としての意気込みですとか、そういう思いも語られるんでしょうか？いや、そんな奥は語りませんし、まだ何と言いましてもそれこそこれからでございますからね。1年生ですから、やはり先輩方にこういろんなことを教わって、やっていきたいと思っております。ね、よくいろんな方がいつデビューって言われるんですけども、はいはい、いわゆる入籍した日からも妻ですから、いろんな、例えば何でしょうね、お礼状書いたりとか、もうその日からもう始まってますので、いわゆるその妻の仕事でスカウト様とか回ったりとか、はい、そういうことが始まってますので、本当にコツコツ自分なりに勉強してるみたいな。浮気はしないって当たり前のことなんですけど、だからそういう何か約束みたいなものってあるんですか？いや、取り立ててはないですね。そうです。でも表になりますから、はい、いや、持ってないですよ。元の悔しいなんてなっちゃいますかね。いやそんなないんじゃないですか。元の悔しいはなしということで、はい、うん、今ここで宣言しちゃいます。はい、宣言しちゃって、いや、もうよかったなって思うことですか？いっぱいありますね。それこそ食生活も変わりましたし、支えてくれる、本当にいろんな意味で、支えてくれてますから、安心して、仕事ができるということですかね。はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。では以上で、お開きとさせていただきます。